よく戻った。して解毒薬は作れたか。ああ、これをユージオに飲ませてくれ。ユージオ先輩は。あと数時間というところだった。どうにか間に合ったと安心するにはまだ早いか。とりあえずこれを飲ませるとしよう。二人ともよく頑張ったな。ティーゼ、差し入れ買ってきた。少しは何か食べた方が。疲れて寝ちゃったか。帰ってきてからもずっとユージオの様子を見てたから当然だよな。悪い、起こしたか。いえ、私寝ちゃってたんだ。当然だよ。今日は相当疲れただろ。ベッドでちゃんと休んだ方がいいんじゃないか。カーディナルからも徐々に回復するはずだって言われたし、ユージオは俺が見とくからさ。ありがとうございます。でも私平気です。キリタ先輩、あのん、さっきユージオ先輩の夢を見ました。今度は先輩は死んだりせず私を見て笑ってくれました。そうか、よかった。あ、ユージオ先輩。二人とも。ユージオ大丈夫なのか。ああ、驚くほどいい気分だよ。まったく心配かけやがって。毒にうなされている間、夢を見たよ。そこでキリトとディーゼが僕のために戦っていた。そうか。でもそれは夢じゃない。ディーゼはお前のために本当に必死になって戦ったんだ。そうだったんだね。本当に感謝してる。ディーゼ、ありがとう。いえ、私は。ユージオ先輩のためなら何だってできるんです。幸せ者だな、ユージオは。ああ、僕はこんなに僕を思ってくれる人たちに囲まれて、そして守られてる。僕は本当に幸せ者だ。これはキリトやティーゼを置いておちおち死んだりなんてできないや。先輩のその言葉を聞けて私なんだかすごく安心しました。俺もだ。その息でこれからも頼むぜ。